週刊フリーブレイズ。はい、このコーナー週刊フリーブレイズはアイスホッケーアジアリーグいよいよ3年目のシーズンが間もなく開催される東北フリーブレイズの選手の皆さんのインタビューを毎週お届けしています。さて、先週からこの週刊フリーブレイズはすでに発表されている新入団選手5人のインタビューを5週連続でお送りしております。さあ、どういう選手なのかぜひ皆さんもチェックしていただいて、会場で新入団選手熱く応援していただきたいと思います。今週のゲストは王子イーグルスから今シーズンフリーブレイズに移籍してまいりました川本明人選手です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、今日は8月23日、午前のトレーニングが終わった後のインタビューということですが、午前のトレーニングお疲れ様でした。お疲れ様です。今日は雨が降っててねえ、まあ、涼しい中やれたんで良かったと思います結構今は涼しくなりましたけど、はい、お盆ぐらいとかもう死ぬかというような暑さでしたもんね。あ、でも僕あのオフシーズン名古屋で過ごしてたんで、名古屋の暑さに比べると全然、はい、あの涼しい方です。あ、そうなんですね。川、はい、本選手はフリーブレイズに合流したのはいつなんですか？合流したのは8月1日から。あ、はい、なるほど。チームにようやく、はい、正式に契約書にサインもして、はいはい、チームに無事合流できました。もうすぐ1ヶ月と。はい、そうですね。どうですか、この1ヶ月フリーブレイズに合流してみてチームの印象などはいかがですか？あの今まではやっぱ上の人がチーム多かったんですけど、はい、あの東北入ってきて、はい、若い選手が多いんで自分が今度上の立場になって、かなり年上の子になっちゃいましたね。もうベテランって呼ばれる年齢にもなってきたんで、うん、はい、まあ、でも若くて元気のいい子たちたくさんいるんでうまく、はい、それを引っ張っていけたらなとは思ってます。うん、お盆明けからいよいよ氷上練習も始まりまして、はいはい、チームのコンディションや雰囲気はどう感じてますか？そうですね、まだ始まったばっかりですけど、はい、まあ、去年、まあ、優勝チームなんで、うん、でもそうですね、今年もいろんなことをまた新たにチャレンジしている感じのチームなんで、はい、それにうまく、はい、フィットできるように自分のいいところを出して、うん、チームに溶け込んでいきたいと思ってます。もともとはフリーブレイズにはどんなチームという印象を持っていらっしゃいました？対戦していた頃とかは。あ、そうですね、去年は本当なかなか勝てなくて嫌な印象を持って、うん、やっぱりそうだったんですか？はい、で、まあ、外国人選手が活躍してたのもありますけど、はい、日本人選手もこう若い選手たちがすごい、うん、なんていうんですかね、やっぱりこう思いっきり一生懸命当たってくる、はい、感じがあったんで厄介だなと思って、はい、戦ってました。そうですね、フリーブレイズができた最初のシーズン2年前はフリーブレイズが一つも勝てなかった、はい、OG イングレスなんですが、去年は逆にフリーブレイズの方が戦績が、ね、そうですね、はい、開幕2連戦も含めて上回ってましたね。はい、やっぱりそういう若い選手の活躍が去年は本当目立ってきた印象ですか？はい、もう勢いがもうついちゃったらもう止めらんないっていう感じなんで、うん、はいはい、そこがうまく、はい、あの王子とやってる時は、うんうん、そこがうまい具合にこうマッチして、うん、すごい勢いのあるチームでなかなか、はい、抑えるのが大変でした一気にやりづらい相手ということになったんですね。なるほど、はい、さあ、じゃあちょっとあの川本選手ご自身のお話もちょっと聞いていければと思うんですが、ご出身が名古屋。あ、出身これ横浜。横浜出身、はい、横浜出身で。なるほど、はい、神奈川の横浜。そうです。アイスホッケーは始めたのは、まあ、小学校1年生からですね。おきっかけは何？きっかけはですね、通ってた幼稚園の先生が昔アイスホッケーしてた人で、はい、でその先生があのアイスホッケーのクラブチーム作るっていうんで、すごい先生ですね。はい、全く親も知らないですし、はい、もちろん僕もアイスホッケーなんて聞いたこともなかったんですけど、うん、まあ、その先生が好きで、はい、その先生がやってくれるならって感じで、はい、始めました。
いやでも神奈川横浜の子供たちがそうホッケーに触れる環境ってなかなかないです。スケートリンクも限られた場所でしかないですし、だから、はい、小学校同じ小学校でもやってる子ほんと数える1人2人とか、はい、なんで、まあ、珍しかったですけど、始めた頃アイスホッケーのどこにこう魅力感じたんでしょうね。アイスホッケーの魅力っていうよりも友達と一緒にできるのが嬉しくて、それでずっと長く続けてる感じです。なるほど、はい、分かりました。そして川本選手といいますと海外でもプレーされた経験が非常に終わりと伺っていたんですが、最初に海外でプレーされたのはいつなんですか。高校生の時に通ってた高校にカナダ人のコーチがいて、はい、でそのカナダ人のコーチの出身国カナダに高校生の時にそのチームで遠征に行ったんですよ。2週間、はい、10日ぐらいかな、はい、そこでカナダでホッケーやってて、全然日本と感覚が違 う、なんか演出の仕方だったりだとか、はい、こうお客さんが盛り上がったりだとか、なんか今まで日本でホッケーやってたと全く違う感じを味わえたんで、はい、こういうところでホッケーやってみたいなって思ったのがきっかけですね。それが高校2年生の時です、はい、で学校もじゃあそちらの学校に通って、はい、高校卒業して、はい、でカナダに行って、はい、まあ僕の場合ホッケーで行きたかったんですけど、まあいろいろ手続きの問題とかありまして、まあ学校に入りながらアイスホッケーをっていう感じで、はい、長くずっとやってました。あ、すごい。じゃあ正味何年ぐらい海外カナダの方にいらっしゃったんですか。カナダ7年です。7年、はい、長い。長いですよ、く行ったなと思う。日本が恋しくなったりしませんでした。初めなって、はい、やっぱもうホッケー終わったら帰りたいって思ってましたけど、はい、でも3年目あたりから別にこっちでも暮らせるなと思いながら、わー、ただでもやっぱ食べ物だとか馴染めなかったですか。日本の方が全然美味しいですね。あ、そうなんですね、はい、お肉ばっかりで。体調崩したりしませんでした。飽きますね。飽きる。鶏肉、豚肉、牛肉の繰り返しなんで。肉肉肉、はい、うわ、僕住んでたとこ内陸部なんであんまりお魚料理が食べれなかったのは、なるほど、ちょっと、はい、それがあったんで今お肉よりお魚の方が八戸すごい美味しいんで。なるほど、はい、分かりました。でもやはりその海外で長年プレーした何が一番こう経験として得ることができたと考えてらっしゃいますか。はい、いろんな考え方があるんだなって。いろんな考え方、はい、まあ、日本人でそのまんまアイスホッケー界でプレーしてたら考え方が狭くなっちゃって、うん、そんなにこう選択肢のないところでしか、はい、学べないっていうか、うん、それが海外出ることによっていろんな考え方の人と出会えたんで、うん、もちろんプロ目指してる選手もいますし、はい、でもその後のこともちゃんと考えてる選手もいますし、チームのことに対していろんなこう、まあ、僕らも日本人も結構いろんなところから来てますけど、はい、北海道の選手が多くて、まあ、大体北海道の文化がアイスホッケー界ではっていう風な感じなんですけど、向こうは全くそういうのがないんで、はい、まあ、カナダいましたけどアメリカ人がいたりだとか、うん、まあ、いろんなところから、まあ、都市部だとか田舎とかそういういろんなところから来てて考え方がたくさんあります、ね、うん、そういうのに出会えて、あ、こんな考え方もあるんだ、こういうふうに考えてるんだ思いながらできたのは自分にとってかなりプラスになってると思います。もう考え方も柔軟になって、はい、そういう例えば、ね、一つの選択肢でもそれがいっぱい、はい、これが当たり前だと思ってたことが、うん、日本から出ると全然通用しなかったりだとかっていうのは、うん、向こう行かないと分かんないですから、
これが正しいと思ってでもこういう考え方もあるよって言われた時にあそうなんだ、うんまあ、それを受け入れやすくもなりました ね、はい、なりましたね。じゃあ、まあ、なかなかフリーブレイズでも海外でプレーした経験のある選手ってのはそう多くはないんですけど、はい、やはり一度はこう出てみていろんな経験をした方が絶対プラスになるんでしょうかね、はいはい、ホッケーのこともそうですしホッケー以外のこともな、はい、そうですね、いろんなことが学べると思いますね、はい、わかりました、はいはい、そして、今ね八戸というお話も出ましたけれども、はい、八戸の街、まあ、これまでねあの試合や大会で来たことは何度も終わりかと思いますが実際この街住んでみていかがですか。あ住みやすいですよね。あ本当ですか、はい、まあ、車はないとちょっと不便ですけど、はい、あと美味しいものたくさんありますし、うんうん、ホッケーやるにもいい環境だと思います、うん、オフの間とかいろいろ出かけられたりとかしてますか。そうですね休み、まあ、1日しかないんで。あそう連休ってないですもんね、はい、まあ、八戸市内まだまだ行きたいところいろいろあるんですけど、うん、朝一とか行ってみたいですけどす、ね、なかなか休みが合わなくて日曜日の朝と、うんうんうんまあ、少しずつ、はい、今シーズンこれから、まあ、シーズン入っても、まあ、休みとかあるんで、はい、いろんなところに、はい、行ってみたいと思います。なるほど分かりました。さあ最初のお話もありましたけれども、カオン選手あのフリーブレイズの中に入ってしまうとかなり年上の方になってしまうかもしれないんですがこのチームにおけるこう自分の役割というものはどういうものだと考えていますか。そうですね僕、まあ、いろんな経験してるんでそれを、はい、その若い選手に伝えることと、うん、あとはまあやっぱ表情で結果を求められると思うんで、うん、そこでしっかり自分の役割を果たして、はい、あとは八戸の皆さんに少しでも試合見に来てもらえるように、はい、いろんなことを企画していきたいと思いますけど、うん、そうですね、はいはい昨シーズンはね、王子イーグルス八戸ではあのお正月年明けですね、はい、ゲームありました。八戸のファンあの時はかなりの多くのファンが新田リンクに詰めかけていましたが八戸のファンにはどんな印象を持ってますか。あの相手チームとして来ると、はい、やっぱホームチームの応援がすごいといいなと正直、はい、思ったんでそれが今回はこう自分が応援してもらえる側になると、はいなおさらそうですね力になって、うん、負けられないって、うんはい、思います、はい八戸のファンは何といってもね本当に今試合に飢えている状況なので、はい開幕のゲームをね、本当に楽しみにしたいなと思います。はい、では改めて、フリーブレイズに移籍しての最初のシーズンということになりますので、ぜひラジオを聞きのフリーブレイズファンの皆さんに意気込みをお願いします。はい去年このチーム同時優勝という形で終わってしまったん で、はいそうですね、今年は本当にチームのスローガンでもある、うん、ナンバーワン一番目指して頑張っていきたいと思うんで、はい、まず、はい、スケートリンクに足を運んでもらって僕たちの試合を見てほしいです。なるほど、はいファンには何て呼んでもらいたいですか。あーどうだろうなあの某選手のブログではよくカモさんとモッティって書かれたりしてますけれど、はい、あー全然それでもいいんですか、はい、まだ若い子いるんで遠慮して、はい、そう呼ばれてないですけど。わかりました、はい、じゃあリーダーリンクに集まったファンの皆さん待っていいとかこう来てゴールをしていただきたいと思います。はい、じゃあぜひその豊富な経験を、はい、チームに役立てていただきたいと思います、はい週刊フリーブレイズ今週のゲストは、新入団選手特集第2弾オージーイングルスからフリーブレイズに移籍されました川本明人選手でした。どうもありがとうございました。ありがとうございました。